どうみさん、ティクでございます。アンダーウッディサウルス、ウルルの身体測定、20ヶ月目、やっていきたいなと思います。はい、早速いきます。ちょっとウルル、登ってんのやめてくれへん、それ。ちょっと、俺の腕に登るのやめていただいていい？よし、オッケー。よし、行こう。ほっ、ひょっ。重さは20かな？ 20 ぴったりぐらいですかね。はい。あ、いい感じですね。すごくいい感じでございます。よし。じゃ、おごめんごめんごめん。ウルルごめんね、ちょっと当たっちゃったで。よいしょ、ちょっと急いでこうセッティングをいろいろやっていくわけでございますけど、すいません、ちょっとね壁つくの忘れてました。はい、よいしょよいしょ。はい、ということでウルルです。20ヶ月目です。ちょっとカメラブリンブリンになって申し訳ない。ちょっとねこの三脚慣れない。ちょっとウルルとねベルルの時だけいつもちょっと違う三脚使ってるんで、これがちょっといまいちね操作が慣れないというところでございます。はい、オッケー、この辺かな。位置的にはこの辺ですね。さて、困ったね。何が困ったかって言ったらあれなんですけど、今月、身体測定動画、まあ毎月いろんなね、このやつ上げてますけれども、今月というスパンで見たときに、一番喋る子がな、ことがないのがこの子です。ウルルです。それぐらい、もうね、やること何もない状態ではありますね。本当に、あのね、めっちゃいい子なんすわ、基本ね。めっちゃいい子なんですよ。だから、なんか、文句っていうか、こう、気になるところもないし、うん、本当に、安定してるの極みみたいなところが今あって、うん、今一番円熟期ですね。結局のところ、巨食も一回もないわけですから、ずっと、コンスタントに2日に1回レッドローチを1匹パク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 食べて、すく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 育ってくれてると思ってます。で、一時期体重減った時ありましたけれども、あの後ずっとね、こう、メスだけ上げる作戦とかいろいろやってますが、その結果出てんじゃねえかなと思うんですよね、効果。やっぱり、オスよりもメス中心で上げてる方が、ちょっと栄養価的には良かったりするのかな？どうなんでしょうね。根拠ないことなんで、あんまりあれですけども。ちょっと思ったりしますけどね。はい。あのね、まあ、こう、もうすぐ2年経つところですけれども、まあ、この一番ね、今月喋ることねえっていうタイミングなんだからこそ、まあ、ちょっと言うことでもあるかもしれませんが、本当にね、食うのマジ下手くそ。まあ、この子のためにこう、レッドローチの足もいでやるとかいうことをやってるわけですけど、本当に食うの下手くそっすね。例えば、ダスティングしたやつがこう、目の前にいるときに、まあ、それに食いつくのはいいんですけど、まあ、ダスティングするとね、どうしてもこう、粉のせいで、舌にくっつきづらかったりとか、するんですけど、100% 一発目失敗する。一回目の一かぎ目を絶対失敗すんの。必ず失敗すんの。もうなんでそんなに完璧に失敗すんのっていうぐらい完璧に失敗する。なんか、たまに失敗するとかってわかるんですよ。たまにね。もう絶対失敗すんの。要はそれで野生化で、まあ野生化粉ついてへんかと思うんですけど、ビッグスが失敗しますね。だから必ず一回目こうガブってやった時に、粉だけ食べて、カルシウムだけこうペロペロペロってします。二回目三回目行った時に、二回目で確実に行けたらいいんですけど、まあ一回目 100% ですけど、二回目で行く時ありますけど、二回目もね、結構ちょこちょこ失敗する時あるんで、笑っちゃダメなんでしょうけど、ちょっと笑っちゃいますよね。まあそこが、可愛いところでもあるんですけどね。あと、ここ最近では、冬場になりましたんで、当然暖房の温度とかっていうのはその時に合わせてこう、幅いろいろね、変化させたりとか、まあ毎朝気温チェックして、で、エアコン管理の温度の設定とかいろいろいじってるわけですよ。やっぱどんだけ同じ温度に設定してても、外気温が、例えばすっごい冷え込む日とかになってくると、その温度設定じゃダメだったりする時っていうのは結構あるんで、エアコン管理といえども温度計っていうのは実は必須で、結構よく見てたりはします。で、その関係でね、冬場やっぱり、結構高め高めにしとくんですよ。低めにならへんように高め高めにちょっと設定してる傾向があるんですけど、だから多分、夏場とか、そういう時に比べるとちょっと多分、あったかめな日が多いんかなと思います。で、その影響か知んないですけど、あんまり掘らないですね。まあ、多分ね、今まで掘ってんのって、パネルヒーターがあるんで、それにこう近づくために掘ってると思ってるんですよ。自分の分析的には。なので、ちょっとこう、全体的に室温がちょっと高めな傾向になると、まあ、わざわざ掘って、その、近くに行く必要もないのかなと思ったりはしてますけど、どうなのかわかんないです。すごい俺の勝手な解釈で言いましたけれども、
まあ、だからといってね、毎日こう高めなわけじゃなくて、例えば今日とかですとすごいまあ雪降ってすごい寒い日なんですよ。で、今日なんかですと普段設定してる温度よりもちょっと低めの温度計取ってて、まあ急遽上げるっていう状態だったんですけど、それでもね、掘ってなかったりしますね。基本的には自分の今言ったので合ってんじゃねえかなと思ってるんですけど、ちょっとこうピタッと合わへんようなところもあったりしてですね。俺はじゃあ俺はウルルの気分なんかどうかってところですよね。俺はのってがっつり間違えるのもほんと失礼な話で。もうがっつり間違えて、まあまあついさっきオレバー撮ってましたから、そういうこともあるかもしれない。それぐらいですかね、本当に。あ、脱皮はちなみに終わった後です。脱皮終わって1週間ちょっとぐらい経ってますかね。なんでまだちょっと結構綺麗な状態かなと思いますけどね。比較的脱皮の、直前でなければ綺麗な状態だとは思うんですけどね。まあ一番の目安はやっぱ背中の茶色っすよね。これがちょっとこう、赤茶色っぽい時っていうのは、どっちかっていうと脱皮の直後ぐらいが近い時ですね。結構濃いなって思ってくると、まあ脱皮、どっちかっていうと前ぐらいかなっていうのは最近思うようになりました。まあこれも2年飼ってて気づいてきたところなのかなと思います。2年飼ってて、まだもうギリ2年飼ってないですけどね。一応自分の見立てた変化的にはそういう変化があると思います。まあちょっとでも見てるとやっぱ、アンダウティサウルスも個体によって結構色合い違うみたいなんで、この黄色のスポットもたちまちそうですけれども、こういったとこもちょっと個体によりけりみたいなんで、その背中の茶色具合で自分は判断してますけども、判断できないことも多分あるんだと思います。一応やっぱね、脱皮の時はね、ハラハラしてますよ。一回脱皮不全になってますんで、まあ、やらかしてしまってるのは俺自身なんですけれども、またね、ならねえといいなっていうことで、結構まあしっかりと、水はウェットシェルター準備したりとかってとかやってますんでね。ウェットシェルターのその水の保ち方みたいなのをちょっとね、考えてやるようになってからはかなり、てかもう一回も脱皮不全になってませんので、一応は対策としては正解だったのかなと思ってます。それでもダメだったらだってね、今度はこう砂、床材変えて、床材のこう湿度をもっと調節できるようにしたりとか、そういったパターンになってきますからね。やっぱどうしても床材湿度を保てるようなやつにするとね、ダニ出てきたりとか、そういった問題と戦わないといけないようになるんでね。今のできたら乾燥系でいけるといいなと思ってましたんで、とりあえずはこれで安定してくれてるのが、一安心かなと思います。あ、さっきちょっと言ってましたけど、相変わらずレッドローチは足もいで上げてます。はい、もうなんかもう一回久しぶりにもがんでもええんかなって思う時もあるんですけど、もぐのやっぱね、めんどくこう言っちゃなんだけど、やっぱめんどくさいわけですよね。やっぱめんどくせえんで、たまにはもがんとやっても食べんじゃねえかなって思う時もあるんですけどね。一応もいでます。一応ね、まだね、メスはね結構います。思ったよりもタランチュラだとね、タランチュラビノのところで多分伸べることになるんですけど、まあ食べてるんですけど、思ったより爆食いではないんですよ今ね。だから結局メインで食べてるのはウルルだけになってますんで、そんなに劇的に数減って困るっていう感じはないです。どっちかというと数増えすぎるんじゃねえかなっていう懸念の方が大きいんで、うまく様子見ながら上げてってます。まあ、巨食しねえってやっぱりでかいっすわ。本当にね。でもこれはウルルが特別だからなのか、アンダウッティサウルス自体そういう傾向があるのかっていうのはちょっとよくわかんないですね。あんまりアンダウッティサウルスのこの、なんていうんですかね、食事とかそういうのはコンスタントに記録されてる方っていうのは、あんまり見受けないので、自分はね、あんまりお見受けしないので、ちょっとね、他の家のアンダウッティサウルス君がどうなのかってのはわかんないですよね。長期飼育されてる方もあんまり見かけないので、まあ自分がその先駆者になるって言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけどね、一つの例やと思っていただいたら、自分のねウルルから結構アンダウティサウルスお迎えしましたって方もね、チュラチュラと見かけますんで、数は少ないですよ。数は相変わらず身体測定動画で一番不人気なんですけど数は少ないんですけれども、そういった方もねちょろちょろ見かけますんで、まあ少しでも参考になるようなところがあればなと思います。まあ参考になるようなところがあればなっつっても身体測定とかで何も喋ることがねえぐらいなんで参考にするところもヘッドグレもねえよって感じかもしれませんけどね。はい。いやー可愛いですね、本当に。このやっぱ垂れ目がやっぱたまんないですね。玉親盛り系はちょっとやっぱりね、まあ玉親盛りではないですけど、玉親盛り系がこのどっちかというと垂れ目なものを持ってたりするんで、ちょっとウルル見てるとそういった親盛り系ともね、またこう飼ってみるのも面白そうだなと思ってたりします。ちょっと卵よりもね結構値段張る子が多いんであれですけども、
可愛いよね、やっぱりね。まあ普段ハンドリング、まあハンドリングはちょっと向かんと思います。確かにね、ちっちゃいですし、なかなかハンドリングしたりって難しいと思いますし、俺も触るとき威嚇されますんでね、やめろっつって。こう、身体測定は事前に触って取り出してるんで怒られないですけども、最初ね、ケージから出すときってやっぱ一発目必ず怒られるんで。まああんま向かない子だと思います。ちっちゃいですしね。はい。ではありますけれども、まあね、可愛さにはかなわないというところですかね。はい。じゃあ、10分くらい経ちましたんで、これくらいで今回終わらせていただこうと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、ではまた来月の身体測定動画、あるいは別の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。